はい、皆さんこんばんは、ラリホンです。さあ今回もね、みんなの投稿を見ていくね。さあ今回はね、まあいっぱい動画、単発動画や接続詞やホムコン見ていこうと思います。ドロポン復帰阻止対策。まあドロポン阻止って結構ね、やっぱり辛いよね、復帰弱ければね。あそういうこと、まあ、対策っていうか単発あんまそうだったわけじゃないの、これ2回目。はい、おー、あバーストならいけてもいいな。3回目って、おい月光、お前学べおい3回も食らうなって。まあ、使えそうやけどな。ガノンもこれしたいな。素敵なラリホン、撃墜演出大喜利、ぶっ飛べ。さあ、大喜利来ましたね。ぶっ飛べって何？何がどうなんの？あー、バットか。ホームランバットか。おい。ぶっ飛んでた。あカメラアングル完璧やねえか。めちゃめちゃいいやん、これ。確かにバットで打ったらどうなるかっていうのはちょっと考えてなかったな。めっちゃ病院で止めんだな。素敵なラリホン、奇跡の逆転、カッコミセプ？まあ、ミセプ逆転よりもね、気持ちいいもんはないからね。さあ、ちょっと見せてもらおうか。はい。まあ、2ストック先行されましたと。もう結構やばいな。相手3ストックあるし、あと6個でバーストやけど、それでもきつい状況。まるまる1ストックプラスね、90% ガンスあるからね。え？耐えた！え、ちょっと、BGM 変わった。流れ変わったな、これ。117% で。ガノンじゃないからな。結構辛いよ。あー、これはちょっとよし、やめましたね。さあ、ここから ?131%。あーコンボとかじゃないんだ。あー、もう甘えたね。これはよし。よし、甘えたわ。声をかけよろしくね。俺の代わりに。俺の代わりに言ってくれるの、ありがとうございます。なんかちょっとホームビデオ感があるな、これ。ガノンのケツ映すなって。あー、けんだ、お前。浦島太郎、あらすじ、男前のラリホン。どういうこと読み聞かせしながらこの動画を見ればわかるってこと？ちょっとサムネは不穏な雰囲気ねんけど、ちょっとまあ、やるか。昔々って。昔々、あるところに、浦島太郎という心優しい漁師が住んでいました。ある日のこと、浜辺を歩いていると、一匹の亀が子供たちにいじめられているのを見ました。これこれ、亀をいじめたらかわいそうだよ。話して終わり。そう言って吉本太郎は子供たちから亀を助けてやりました。浦島太郎遅刻してない？ウルフの男前な推測士短め。さあ来ました。おう、あ、俺のツイッターのアイコンをかたどったモチーフにしたミーカいるな。 300% やめてー、もう絶対死ぬやん俺。カズヤにやるんや、ちょっと珍しいな。ね、ドンキーとかそういうちょっと的が大きいキャラが多いけど、カズヤっていうチョイスいいな。ラリホンチャンネルカズヤ大好きからね。あはは、いいな、はしご使ってる、いいね。終わんないぞ。さあ、おお、めっちゃ下まで行くやん。おお、気持ちいいそれ。ねえ、ワープのその出先で決めるのいいね。男前な生息士アイク。アイクの接続人はなかなか珍しいですね。バネが右に見えますね。あ、天空する感じかな。天空キャンセルできますからね。さあルーティンして、やっぱ天空か。はい、あ、いいね、いいね。あ、1個のバネ使いこなしてる。時計になってるって、時計になってるって、どこだよ、ちょっと待て。どういうバスト、何今の。怖い怖い怖い、下に何があった。右に飛ばしたはずやのに、どこで。素敵な生息士アイテム付き2。待ってました、アイテム即死。さあ今回はどのアイテムを使うんだ。お、あー、風が出るやつね。はいはい、ガノンが使うんだ。おいおいおい、なんか微妙やな。ちょっと死んでねえって。死んでないの気になるな。ちょっと気になるけど、なんかもう、なんかそれが愛おしいね、この生息士。男前のホムコン、誕生日ぴったりチャレンジ。新しいな、誕生日ぴったりチャレンジって。一体何月何日なんや。それがわからんからさ。あ、それがわからんから、何とも反応しようがないんけど。はい、誕生日ぴったりできるか。相当飛んでますけどね。うん、何月やと思うこれ、みんな。え、新しいチャレンジやな。さあ何月何日や、何キロか。はい、ん、366月977日。むむ。さあ、すごい困惑してるやつだけど、ルカダブルチーム。お、なんかうまそうやな。はい。あ、いい感じ、連携して。おー、じゃあ、そのイカしてるね。さあ、もう一度。あ、これ。あー、懐かしい。懐かしいな、これ。
結構ほんとホムコン動画見出したたりのところであったやつやよね。ホムコン OB かなんかで、ね。いや、ちょっと昔やったようなそういうやつ、久しぶりに見るのちょっと面白いな。これ。歌してもらえやんってやつね。はい。というわけで、久しぶりにね、トイサトシさんからね、提供もらったんですけれども、まあ、ラリホンチャンネルといえばじゃない？トイサトシさん。ラリホンチャンネルといえばって感じの人やけど、ラリホンチャンネルといえばってか、ラリホンチャンネルのホムコンといえばですね。で、まあね、ソラ参戦してね、まあ、新キャラ最後だったじゃないですか。で、この人はまあ、一応トータルスコア、トータルの距離が世界王者なんですけど、なんと、10万いったって、すごすぎる。最後の新キャラ参戦で、まあ、10万達成ということで、で、まあ、このディディがね、なんか決め手になったらしいわ。で、解説もらったんやけど、まあ、ディディが当時ね、まあ、この更新をするまで、まあ、全キャラ中最下位の飛距離やったんて。で、まあ、新しいルートの開拓によって100キロ以上の大幅更新ができたということで、まあ、それがね、まあ、10万キロ達成の、すごい鍵になったらしいんやけど、いや、ルート新しくすると100も変わるんだね。本当に、マジでホームコンって奥深いんだなと思っちゃった。というわけでね、まあ、どこのルートかだからね、もう絶対わからんけど、見ます。さあ、見ていきましょうか。まあ、この更新前のプレイも見たことあるような気がするんだけど、なんか忘れてた。あ、でも、なんかあったそういうなんかの横火キャンセル空母。あったわ、あれ。いいね、いいね、いいね、いいね。もうわからない。何が変わってるかわからない。いや、すごい。やばい。リアクション動画ですね、もう完全に。唯一あるのは、この先端バットで撃つと、まあ、根元より飛ぶということですね。しっかり調整しましたね。さあ、943ということで。ってことは、更新前は800前半やったんかな。いや、100って全然差あるよな。さあ、こちらピチューなんやけど、FB っていうのは、おそらく、バットでフィニッシュしやんやつやったかな。さあ、ああ、なんだあの鉢巻き、かわいい。あんな鉢巻きあったんや。あれ、何のアイテムやったっけ、ちょっと覚えてないや。気合の鉢巻きとかそういう感じかな、あれ。ああ、バットでやりこい。横火か頭。サンドバッグの頭。思いっきりいったな、今。あ、横飛なんだなぁ。スマッシュの方が飛びそうな気がするけど、最大ダメの横飛の方がぶっ飛びはいいんだなぁ。ってことは。てか、すげえすげえ。バットじゃなくても624いっちゃうっていう。さすがだな、世界王者。というわけで、そんなね、トイストシさんのね、チャンネルで、まあ、すごい動画上がるらしいんで、概要欄にね、チャンネルがあるので、ぜひね、そっからね、まあ、登録してね、多分この動画ね、僕が投稿した時に上がってるか上がってないかなんで、まあ、登録してね、確認しに行って なかったらね、待ってください。で、まあ、ホムコンまとめ動画予告ということで、まあ、一旦見ましょうか。さあ、なんだかな、トータル10万キロ記念かなんかで作ってるようなことをツイッターで言ってたと思うんやけど、おすごいすごいすごい、なんか、めっちゃワクワクする。え、動画作るの、すごい、なんか、センスあるな。なんか、ワクワクするめっちゃ、これ。ワクワクさせる編集がすごいな。おぉおぉ、バットレンホムコン勢といえばって感じだな。ああ、今、すごいすごいすごい、今の編集すごい。おいおいおい、もう、暴れてるって。あ、魔人気なんだ。そこバットじゃないんや。あ、バット使ってない誰もバット使ってない。あ、ソラ使ってる。ああ、バット使いました。で、出た。ホムコンガチでしかできないやつ、これ。理解不能なやつ、これ。やばかくするな。ぜひ皆さんね、もうチャンネルチェックして見に行ってくださいね。はい、以上。面白かったらね、チャンネル登録と高評価お願いします。おー結構重たいんかな。あ、大丈夫そう。今日はね、まあホムコンとか、まあいろいろ見たけど、今日ちょっと話したことがあって、まあキーワード募集してるじゃん。あれさ、まあ、ホムコンとか、結構皆さん投稿してもらってるんやけど、ちょっと気になるのが、昔、見たことあるようなプレイをしてる方、だから動画で紹介したやつと同じプレイ、本当に同じ映像みたいなことを再現してる人が多くて、まあ、再現っていうか、なんだよな、嫉妬ってかわからんけど、まあ、基本的にね、動画で紹介したような面白プレイとか、ちょっと珍プレイとかは、なんか、ま、今回一回一個あったけど、本当にもう半年ぐらいとか期間あかんとね、やっぱり、あ、これ見たことあるんだっちゃうんで、あんまり採用しないかなってことで、まあ、ね、まあ、基本的に、ね、動画に採用してほしい、見てほしいってやつは、まあ、動画でやったことないとか、見たことないとか、そういう系の方が動画にしやすいよっていう、そういうなんかちょっと採用されるコツ、まあ、やっぱり、ホムコンじゃなくてもそうやけど、まあ、やっぱり、目新しいもんが一番、そうですね、一番採用しやすいので、そこのちょっとね、なんか俺の投稿したプレイ絶対おもろいのになんで採用されんのやと思ってた人は、多分もしかしたら昔同じプレイを採用というか動画にする可能性があるから、ちょっとそこをね、気をつけてくれると、なんでかもな、動画によろしく。